こんにちは。ソックニッターのまゆみです。今日は2色のブロック靴下に挑戦したいと思います。えーと、2色にして編んでいって、途中からこんな風に2目細編みをしていきたいと思います。こちらは縦に糸を渡す編み込みの方式でインタージャーという技術です。で、糸を足しておいて、 えっと、糸がなくなったら引き返して裏編みをすることになるんですが、裏編みをずっとするのが苦手という方のために、2目細編みをしてみたらどうかなと思って、2目細編みだったらひっくり返しても、裏編み、表編みの2目ずつになるので、ずっと裏編みをし続けなくてもいいかなと思ってしています。で、この時は表編みにしたらこんな風に間がちょっと空いちゃったので、今度は裏編みのところで、 してみようと思います。こんな風になると思うので。今回も一応概要を説明したいと思います。もう糸を足してる状態です。2個、2個にしました。糸始末をこうして2本あります。お好きなように糸始末をして、とあ糸始末しなくても2本にするといいと思います。結んでもいいし、ここに仮止めしてもいいと思いますし、2本にします。糸を足します。で、糸がなくなったら引っ返すときに、 引き返して裏編みをします。で、裏編みで引き返したら表編みという感じになっていきます。えっ、ー、と、その前に絡ませるところが重要です。とそこを取っていきたいと思います。でと、次の糸が出てきたら下から絡ませる。これも重要です。で、引き返すところで次の糸が待ってくれています。 で今回はちょっとこの境目を綺麗にするので、ちょっとマルティナさんに教えていただいた端っこを綺麗にする方法を試してみたいと思いますと。キーワードは滑り目編むです。引き返しても新しい糸になっても滑り目編むというのをすると綺麗になるそうです。で、丈夫になるそうですと。こっちがちょっと大きさが違うけど、ここは大きさが揃ってるので、滑り目滑り目にすると 意外と逆にこう綺麗で丈夫になるんだなっていうのを試してみたいと思いますではまずは普通に裏編みも長く続くんですが普通にゴム編みじゃないバージョンでいきたいと思います糸がここであって今こっちにこう引き返していきたいのですが糸がこの白でいきたいんですがこの糸を絡ませますどんな風に絡ませても 大丈夫だったので、まず下からこうしてバッテンにするようにして、で、こっちの糸で編んだら結局一緒なので、こっちの糸で編みます。この絡ませたこっち側、挟んでるところの上を編んでいきます。で、最初は滑り目で、次に編む。 という風にしていってみようかなと思います。次の糸がここに出てくるので、そこまで編んでいきます。二目細編みの前にメリヤス編みを挟んだ方がいいと思うので、まずはメリヤス編みでいきたいと思います。で、二目細編みで。 やってみます前回のこの赤い糸が混ざっていますがそこは気にせず見ていただけたらなと思います。でこの最後の2目は「滑り目編む」というふうにします。で糸が入れ替わります。下からこう持ってきてきで、3色の時にまた もう一目編んだら逆にしてたんですけどこのまんまで大丈夫です。滑り目編むというふうにしていくと端っこに行くと糸が待っててくれます。待ち合わせみたいな感じでこの技術を最初。 最初動画で見てちょっと理解できなかったんですけどやってみたら本当にそうなってうん仕組みがよくわからなくても編んでみたらできるってことはたくさんあると思うので是非試してみてください面白いですよああ言った通りになったみたいな感じですでここの輪っかがあるんですけどそこに白いのがもう挟まってます私が挟めなくてもなのでこれをピーッと引っ張りますそしてここからき引き返していきます この最初に入れたのが引っかかったまんまでいてくれるのででこう編んでいくとこの白い糸でまた編んでいくとここでまたこれが挟まっていることになります勝手にちょっとこここうして編んでった方がいいですよね引っ掛けた部分をこうしてここで編んでいくと結局同じなのでクッと引っ張って糸のこっち側で編んでいきます滑り目 編む。さっきこっち側の時には「滑り目編むして1目少ないですよねここが。でひっくり返して「滑り目編むするとこの端っこ2目が滑り目を1回ずつされてることになります。そうすると端っこがきれいに揃うみたいなのでこのインタージャーでもやってみようと思ってやってみました。 マルティナさんの「トゥット社」の25周年の本にそういう技術がいっぱい入ってるのでよかったら見てみてください。ここの端っこも滑り目をして編むさっきここの裏の時もそれをしたのででこれも滑り目をしてで糸をクロスして編んでいきます。でこれは元に戻さなくてもいいです。 このまんま編んでいきます。折り返してちょっと編んできました。そうするとさっき絡ませた糸がこんな風に中に入ってるなぁ輪の中に入っちゃってるなぁという感じです。でこっちに行くとこれがピーってなるという仕組みです。仕組みというか私自身もちゃんと分かってはいないんですがこうすると編めるよっていうことです。 で端まで来たらここが糸が白い糸がもう3本見えてえーってこう混乱すると思うので3本になったらおかしいなと思って糸玉の方を引っ張るとなぜかこの紫がついてきて待っててくれるのでひっくり返して。 この糸をもう絡ませたりもしなくてもいいです。こっちをピッと引っ張ってこっちで編んでいきます。引っ張らずにここで編まないように気をつけてください。もしここの糸がこんな風に引っかかってなかったら多分この糸を伸ばして編む時にここの下をひっくり通っちゃったかなんかだと思うのでそしたらここビヨーと伸ばしてこの 紫を糸を上からか下からこう通してあげるともう一回できますでも気づかずに編んじゃうとここに穴が開いちゃうのでそしたら周りを縫ったり、えっと、気づいた時に下から一段こう拾って一緒にこう編んでいくと大丈夫です大事なのはこのインタージャーという編み方を楽しむことだと思うのであ滑り目編むんだった、まあ、ここは綺麗にする ための編み方だから気にせずに、まずは絡ませてみる。で、下からこうクロスして編む。で、3本だったら引っ張るみたいなのをやって、楽しく編んでみてほしいと思います。それでは、何段か編んできて、ちょっとね、これまだ同時編みができてないので、長さが一緒になったら、2目細編みの芯を撮りたいと思います。 それではここから引き返すところなのでそろそろ二目ゴム編みに入りたいと思いますここのかかとの位置を揃えてだいたい同じぐらいの長さとかあと長さを測ったりしてと片方ずつ編む時にはしています何段かは数えないでやっていましたでは二目ゴム編みをしていきたいのですがここで引き返すところでここのところを 裏編みにしたいので裏編みにします。で引っ張ってえー、とまず滑り目をしてここが裏編みだということでで表編み表編み裏編み裏編み,裏編みちょっと私の2目細編みが変なのでアメリカ式にしようか。裏編み裏編編みみ えっ、ー、とこれの裏編みの練習もしすればと引き返すのでさっきみたいに私の変な裏編みをすると,と逆の時に目を逆に拾わなきゃならなくなるのでちょっとちゃんとした仕方でいきたいと思います。えーと一あここを32目にしてたので。 このまんま目も増やさずに減らさずに行くと最後は裏編みになると思います。本当はあまり端っこを裏編みにしたくないんですけど、というのはマジックループをしてて、裏編みを端っこにすると,と、間違ってここに糸を渡してしまうので、今やってみますね。最後裏編みをして、 このまんまひっくり返して裏編みをする時にこう糸を渡してしまって1目増やしてしまったりするので本当はあまり好きじゃないんですけど今回はちょっとここをそうしなきゃいけないのでやってみたいと思いますあ糸がちょうどなくなったので糸を足しながらいきたいと思いますえっ、ー、とだいたい 2センチくらいなので、えっ、ー、と、2グラムぐらいで2センチ編めると思います。で、でもこれ半分くらいなので、できたら1グラムで、測りで測ろうと思ったんですけど、私のキッチンスケーラーだと1グラムが多分誤差だと思うので、ちょっと大体でいきたいと思います。こんなところが出てきたので、ちょうどここで切りました。えっ、ー、と、 ここから白に行くはずなんですが、ちょっとピンクが入ってて面白かったので、ここから始めたいと思います。で、本当はこことこっちが繋がってたんですけど、巻いてこっちからすると、また違うような色が出てきて面白いなと思います。繋なげながら行きたいと思います。まず糸をクロスして、ちょっとこれはアメリカ式でしか編めないので、アメリカ式で行きます。1センチくらいこう、クロスして持って、 ででこのの短いので何目か編みます表裏から始まったので裏表表裏の時に糸を一緒に編む2回目は普通に編むで糸をあっちに持っていって表編みの時には一緒に編んで2回目は普通に編むそろそろ糸をこうクロス。 交換して今度はオレンジの方を糸始末しながらいきますあ裏でしたね糸を前に持ってきて裏編み普通に裏編み表編み次はここ滑り目で次裏編みです裏編みで糸を交換する時が来たので こっちの方だけして、このオレンジは後で折り返したらまた糸始末しようかな。本当に糸始末面倒だったらしなくてもいいと思うんですけど、こう、裏だったので、滑り目をして、表編み。糸をクロスして、あ、してましたね。表編み。この緑はもう関係ないので、裏、裏、 表表表裏ちょっと間違えてたので直しましたあと1目多かったのでここ2目一度して表表裏で終わって OK ですでひっくり返してここピッと引っ張ってそうすると。 この糸がここに引っかかったままになるので、続けて編んでいくといいと思います。最初は滑り目をして、で、裏編みからですね。裏、裏、表、表、裏、裏、表、 表。裏。裏。表。表。この切り替わるところだけもう一回取って。あとはカットしてみたいと思います。この滑り目のところがどううまくいくか。ひっくり返しても裏裏表表は一緒なので、そこは同じですね。ここ滑り目をして。表に回して。 表編みはしてでこの糸をクロスして最初は滑り目なので滑り目をして糸をあっちに持っていってあ裏編みか裏編みをしてあ糸をあっちに持っていって 表編みで裏なんですがこの糸を始末しながらいきます糸をあっちに持っていって表の時にこうして一緒に編みますで表は普通に編んで糸を手前に持ってきたら1目目は一緒に編む2目目は普通に編む裏編みの時にも裏返しでもこの糸を手前で 処理するとできるので、糸始末できるので、私はズボラですが、いつもこうしています。糸を手前で一緒に持って、で、残りが1センチくらいになったら、こうやって残しておきます。表に出るようだったら、この糸をピッと引っ張っています。で、最後は、 こっち向きだから表で終わってて OK という感じでまたここに編んでいくとこの糸が引っかかってる状態っていうのをこう繰り返して編んでみたいと思いますここの滑り目がうまくいくかどうかちゃんと最後に取っておきたいと思います2目ゴム編みも同じくらいの長さになってきたのでここも伏せ止めをしていきたいと思います ここを裏編みにしたらちょっとこうすい、空、うん、いてる感じがするけど、でもこうしたら目立たないなと思います。こっちの方がもっと綺麗にいったかなと思います。ちゃんと端っこのとこでは滑り目して一目編む。こっち編んでる時も滑り目して一目編むという風うにしています。ひっくり返しても同じなので覚えやすいですよね。で ここにまだ挟まったままなんですが、このまま終わっていきたいと思います。伸びる伏せ止めは、まずここは滑り目をして、表に糸を持っていって、編みます。で、今表編みをしたので、2目一度。表編み2目一度。で、また表編みをして、 2目一度表編みで次は裏編みなので裏編みをしたら裏編みするみたいにして2目一度という風にしていきたいと思いますここは1本でしてるのと一緒なのでここの切り替わるところまでカットしますあと2目で切り替わるところまで来ました 一応ここを滑り目でしてたので、滑り目をして、表編みにしておくといいのかなと思います。で、ここは裏編みを編んで、裏編み。で、ここで切り替わるので、糸を、このピンクで待ってたものを、こうくるっと持ってきて、糸を持っ できてでこれを糸始末していきたいのでこうして裏編みをあ滑り目をしてこことここで2目一度いやここでも皆さんのしやすいようにアレンジしてください頭に入りやすいにどうなっても変じゃないと思うんですよねここでえっと表編みの時に一緒に編んでで2目一度 この時にはこの糸始末したいものはそのまま蒸しでまたここも一緒に編んで、二目一度の時には、いつも通り。で、裏編みの時は一緒に裏編みをして、で、ここを裏編みする時には、この糸なしで。 という感じにして、この一個下のところの間に白い糸が入っていくように、たまにこう挟んだり挟まなかったりすると、表やそ、中に出て、中に行ったりして面白いかと、えっと、ちゃんと糸始末というか中に入っちゃっていいのかなと思います。もう一回やってみます。 裏編みの時には、こう、糸を手前に持ってきて、一緒に編んじゃって、ここ引っ張ると中に入っていくので、で、2本一気に裏編み、また裏編みを一緒にして、2目一度の時にはそのままにしておく。一応表編みのところで、 終終わりにしたいいと思います糸始末は終了でここで切ってしまうとこれがピヨーンって外に出るので中の方に糸始末をするしていきたいと思います一番端がどうなるかちょっとお見せしたいと思いますえー、と今回この ブロック靴下を最初パッチワークにしてみようかと思ってチャレンジしたんですけどちょっと大きくなっちゃってで結局ブロック靴下に直しましたでこの色3色合うかなーなんて不安だったんですけどえっ、ー、とオーダーの方が持ち込みの糸というか送ってくださった糸でや,やってみますっていうことで変だったらやめます途中でってお断りしたんですけど意外とこう。 あってくれて、そういうオーダーをしてくださったから、この靴下が生まれたので、なんだろう、オーダーする方も冒険というか <laughs>、押してくださってありがとうございます。あ、最後滑り目だった。なので、滑り目をして一応表編み、で、最後は編む。滑り目表編みっていうのを端っこにするというやり方です。で、 最後ここで糸が待っててくれてるはずなのでここをピーッと引っ張って最後はここの目に一目通して編むようにしてちょっと待ってくださいねここを一目編むようにしてで上から ここだけ普通の伏せ止めみたいな感じにしていますが、お好きなように。そうするとここキュッと絞れるので、糸始末しやすいと思います。えっ、ー、と、1センチぐらい残して切ってしまいます。だけど、ここ抜くと2センチぐらいにこう伸びるんですよね。ああ、ちょっとこの余っちゃった糸がもったいないのが、ちょっと課題ですね。 これまだ発展途上というかなので何かあこうすればいいんじゃないっていう技があったらちょっとおチ絵を拝借したいなと思いますこっちも1センチぐらい残して切りますで糸始末ちょっともう想像つくよという方はここでもう編み始めちゃってもいいと思いますこの 裏に内側にするとこの表編みになっているところに糸始末をします。三四回通して糸をそこに通します。で二回目この一回通したところの 通した糸を半分に割ってこんな感じで。で、また、表編みのところに。裏でこの表編みがこっちにポコッと出っ張ってるので、ここで処理すると表には絶対響かないと思うので、同じ色のところがいいけど、まあ、もうないので、そこは気にせず行きたいと思います。 奥に行くようにして処理しますでもう片っぽこの白が中にこう入って糸始末されてきてるので見えないですねあちょっとここに表見えてるけどここクっと引っ張って糸始末しようと思いますこの表編みのところに適当に糸を割ったりして3,4回通して このヤーンスレダーがね、すごいいいんですよ。クロバーさんのものです。いただき物なので、今売っているかわかりませんが、もし売ってなかったら、えっと、ペットボトルやクリアファイルで作ってみたので、ウルラボさんという方の、YouTuber のウルラボさんという方の動画を見ると作り方が載っています。これがあると全然、あの、とじ針が苦じゃなくなるので、 前はかぎ針でしてたんですけど、かぎ針でくるくるくるとしてたんですけど、こんな感じで、こっから切り替わる、そしてここと、ここで切り替わる二目ゴム編みをしてみました。ちょっと冒険、楽しかったです。 ということで今日はブロック靴下インタージャの二目ゴマ編みバージョン2色でした。ちょっと <laughs> 説明がおぼつかなかったかもしれませんが試してみるのもいいと思います。ということで今日も最後まで見てくださりどうもどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。